この曲がる感じすごいですね。でもこのスピードでフリードで曲がったら全開。はい、今からそれでは走行テストをしたいと思います。まあ、テストっていうのは生意気なんですけどね、ちょっと走らさせていただきたいと思います。雨降る前にまず阪奈道路を走っていきたいと思います。せっかくね、こういうスポーツカー、聞いたんですよ、乗る前に、この車の位置づけはどういうタイプの車ですかっていうふうに聞いたんですね。普通のセダンっていうか、なんていうんですか、普通の車に見えたんですね。デザインはかっこいいと思うんですけど、でもなんかシビックってこう走りを中心にした車だと思い込んでるんで、今日メーカーさんじゃなくてディーラーの店長さんに聞いたんですけど、走りの車ですということで、僕の単なる勘違いでした。大変失礼しました。小さい頃ですね、小中の時にシビックってワンダーシビックとか、要はバラードシビックとか、メカドック世代なんで、よろしくメカドックって漫画ですね。よろしくメカドックっていう漫画で、04のシーンがありまして、なんかすごいいっぱい車ある中、まあ、風見くんやったかな、名前、主人公の人なんですけど、頑張ってチューニング、その場で、改良していって、パワーアップして、なんと CRX がウィリーするというね、多分 CRX って FF やったと思うんで、どんだけ速くしてもウィリーはしないと思うんですけど、ウィリーしたのは今でも覚えています。で、シートなんですけど、こう、助手席もこれ見えますかね。バケットじゃなくて、すごいホールド感すごいです。この横の感じね、すごいですね。で、久しぶりのガソリンなんでね、普段のハイブリッドカーに比べると、やっぱりエンジンの音っていうのは聞こえますし、車が常に振動してるっていう感じはします。振動言っても全然不快な振動ではなくて、まあエンジンかかってますよっていう感じの振動ですね。これは常にありますけど、まあこれアイドリングストップ、ブレーキ、ちょっと深く踏まないといけないですね。今軽く踏んでたんで、アイドリングストップしてるんで、停車中の振動っていうのは信号待ちぐらいでは多分通常でしたらめちゃくちゃ暑い時でエアコンすごいかけてるとか、まあ寒い時もそうなんですけど、そういう時はね、バッテリー消費量というか電流の消費量が大きいんで、アイドリングストップにもなりにくいかもしれないですけど、今は太陽あんまり、まあ夏ですけど太陽出てなくて、外気温何度でしょうね、26度なんで、車には優しい温度ですね。ですんで、信号待ちぐらい、まあ1分ぐらいは多分、アイドリングストップはしたままとなると思うので、あんまり、車のエンジンの振動も気にならないですね。ないことはないですよ。ちゃんとありますよ。じゃあ直四ですし、1.5 リッターですしね。そんな、昔の、直六のエンジンみたいにスムーズではないとは思うんですけども、全然静かに過ごせる感じはします。さあ、これが阪奈道路ですね。前に見えるのが。こうやって改めて行くのも楽しいですね。飛ばすわけじゃないんですけど、コーナーをね、しっかり確認してみたいと思います。どんなもんでしょうね。それはミニバンと比べたらダメですわね。全然。でもハンドルも結構重みを感じるんで、ハンドルでこう、ドライバーに、情報を与えてる感じはしますね。これ以上はまあ早く曲がったら飽きませんよとか、そういう感じはちょっとハンドルから分かりますね。こんなこと絶対ミニバンでできんですね。やっぱりちゃうな全然。自信がこの低速でもね、こう
どこまでいけるんでしょうね、これ。で、あと、この G がかかってる時のシート。このシートがね、こう、ホールドしてくれるから、すごい安心。で、この曲がる感じすごいですね、でも。何これ？すごいね。今まで平均燃費10。ね、このしっかり感がやっぱりね、セダンはこういう、こう、運転手のもんですね、セダンはね。なんでしょうね、この安心感、運転の。ミニバンでは忘れていた。コーナーとかブレーキングに対する安心感がやっぱりすごいですね。まあシビックっていうスポーツタイプの、車だからこそっていうのはあると思うんですけど、なかなかのね安心感ですね。これではこのブレーキもすごい、やっぱりなガソリン車の方がブレーキ素直ですね。当然ですけどね、あの切り替わりが。ただまあ今の EHV の場合はね、もっと素直かな。前はハイブリッドの場合はね、なんか回生ブレーキとあの普通のブレーキとかややこしい制御をいろいろしてると思うんですけど、これはどうなんでしょうかね。もう全然余裕ですよね、こういうところね。なんかもう、こんなもんなんや。このスピードでフリードで曲がったら多分フラフラですよ。まあミニバンとね比べたらあかんの分かってるんですけど、まあいつも乗ってるんでね、どうしても。すごい加速、今恐ろしい。すごいな、やっぱりシビックって。なんかもうハイブリッドに乗り慣れすぎて忘れてましたわっていう感じがしますね。はい、今から入ります。ここゲートないんでね、入り口は。足回りが固めですね。固め言ってもそのスポーツカー乗ってる人はこんなもんでしょう。 BTC ゲートを通行できますって、そんなの出るんですね。 BTC2.0 って言ってましたね。何が違うんでしょうね、 2.0 って。もう譲ってくれましたね、ありがとうございます。ありがとうございます。ウィンカー出す、大阪の人ってね、あのウィンカー出す瞬間出された方はアクセル踏む人が結構何割でしょうね。まあ、何割とは言いませんけど、好きじゃないですね。僕は絶対アクセル外しますけどね。詰めてきますからね。まあ、あれはどうでしょうね。なんか関東の人とかってあんまりそれはないような気はするんですけどね。気のせいかな。わかんないですね。自分とこの大阪の悪口を言うのやめておきましょう。そうだ、追従モードしよう思ったね。どうすんのやろ。これで40キロぐらいの合わせとって、これもオンにそこかな。この車線ね、こう見てくれるやつ、話したら怒られやすね、手で。これ怖いな。ああ、なったなったなった。これね、今足元外してます。怖いけどなんか信用してないよな。ちょっとステップワゴンのがいいかな。これ止まる。止まった。赤くんってなったな。止まった。ステップワゴンは、あーって、こう、ちょっと不安になることが少なかったんだけど、いかへんの。あ、これをスイッチ押すと、発進しますって書いておったね。あ、手でいいんか、そこは。あ、で、今これやったら、こんな加速せんでもええやん。ね、あ、ちょっとステップワゴンの方がいいですね、これ。あ、これ今足入れてませんよ、ほら。ね、ちょっと怖い。ちょっと不安かな。ちょっと違うんですかね、そのソフトウェアというか、なんていうんですか、癖。あ、ステップワゴンの方が
真面目に快適に感じましたね。あの追従モード渋滞のこれはちょっともうちょっとソフトに加速しても、これほら今踏んでから前のブレーキ踏んでからブレーキ踏み出すのが遅いし、踏んだらブレーキがきついんですよね。だからちょっと必死で前の車との距離をこう合わせてる感じがするけど、この間乗らせてもらったステップワゴンの EHV の場合は自分の運転に近いっていうか、まあそれは人それぞれなんでしょうけど、もうちょっと余裕持って早めのブレーキ、早めの減速やし、こう加速と減速がはっきりしすぎてますよね、これ。ほら、さあ環状線の方に行きます。あ、これアシストは効かへんな、ここまでやな。はい、ハンドルのアシスト効いたままやったんですけど、このカーブはちょっと対応できないですね。新高速を普通に走っていきますね。車多いですね。関東の人見たらどうなんでしょうかね。あのコメントください。あのもうちょっとね、朝夕の方が面白いんですけどね。めっちゃ、なんて言うんですかね、みんなめっちゃアグレッシブですからね、阪神高速だから。はい、これで加速テストできます。後ろ車来てません。よいしょ、全開。近畿道も距離制になったの。そうなんやろね、きっと。昔一律500円あったような気がして、500円か600円か。次、おそらくシビックのハイブリッドを乗れると思うんですね。でその後はシビックの6速マニュアルも乗せていただけるということで、すごい、それは6速マニュアルはものすごく個人的に楽しみで、マニュアルミッションの車好きなんで、非常に楽しみなんで、また、して動画載せたいと思いますので、ぜひチャンネル登録して待っててください。よろしくお願いします。それではさようなら。